はい、こんにちは、豊田です。それではですね、今回はドアスイングについての動画になります。ただドアスイングのことについて解説をしていくんですけども、選手の人はドアスイングで悩んでいる人がいればドアスイングを直すために非常に有効な動画になると思いますし、またですね、今回はコーチの方ですね、ドアスイングになっている選手がいたとして、その選手にどのように指導していったらいい指導になるのか、またアドバイスをする上で非常に大切なことなど、そういったことも今回の動画では徹底的にお伝えしていきたいと思います。まず皆さん、こんなことで悩んではないでしょうか。バットは思いっきり振るけども、タイミングがすごく差し込まれてしまって、ボテボテのゴロばかりになってしまう。もっと前で打とうとすると手首が返ってしまって、これもまた全部ゴロになってしまって、強い打球がなかなか打てない。指導者の方はバットを体の近くから出そうとしすぎて、例えばこうグリップエンドを前に出せとかですね、なるべくバットが体から離れないように小手先の指導ばかりして、選手がどうしていいかわからない、またやればやるほどうまく打てなくなってしまっている、一生懸命練習しているのに全然打てるようにならない、また指導者の方もいろんな指導を試すんだけど全然変化が見られない、こういったことで悩んでる指導者の方または選手は非常に有効な動画になると思いますので、ぜひ最後まで見てみてください。この動画を最後まで見てもらうと、こんないいことがあります。選手はドアスイングでボテボテのゴロや詰まる打球が非常に多かったことが一気に改善されて、ホームランや長打をバンバン打てるようになってきます。コーチはアドバイスした選手がどんどん活躍できるようになってきて、スイングで困ってる選手がいればコーチのもとに選手がアドバイスを求めてくるようになってきます。また修正したい箇所をですね、高い確率で修正できるようになってきます。今回はドアスイングという一つのエラー動作に限った話になりますが、他のエラー動作も同様のことが言えますので、今回はそのフレームワークを覚えていただきたい、知っていただきたいというのがこの動画の目的です。最後まで見ていただくと、最後にですね、非常に重要なことも最後話しますので、最後までぜひご覧ください。それではまずドアスイングで悩んでる選手、ドアスイングっていうのはどういうスイングのことを指してるのかっていうのは百聞は一見にしかずということで、まずその選手の動画をご覧ください。どうぞ。それでは選手のスイング見ていきたいと思います。この選手は小学校4年生の選手で、かなり長打力もあり、しっかりと捉えればボールも遠くに飛ばす力があるんですが、それと同時にこすったフライやボテボテの内野ゴロといったタイミングがうまく合わないと、なかなか芯に当たって遠くに飛んでくれる強い打球が打てないということで悩んでいる選手です。バットを振り始めを見てみると、このように肩口からバットは入りますが、少しバットがね、早いタイミングで体から離れてしまうために、このようにこすったフライや多少ミートポイントがずれるとボテボテのゴロといったようなスイングで悩んでいる選手です。いかがだったでしょうか。それではまずドアスイングっていうものはそもそも何のことなのかっていうのを簡単に説明していきたいと思います。ドアスイングというものがどういうようなスイングかということを知る前に、まずはドアスイングでないスイングというのがどういうスイングなのかっていうのを簡単にご説明していきます。ポイントとして大きく2つあります。まず1つ目は、バットが体の近くからこのように出てくること。逆に言うとドアスイングというのは早いタイミングでバットが体から離れてしまうこと、このことをドアスイングと指します。そして2つ目は、これはバットが体から早く離れてしまうということにもつながってきますが、この体の体軸ですね、体軸に対してバットが常に振り始めからずっと90度を保った状態でこのようにずっと振れてくること、こういった形ですね。この2つを抑えられているとドアスイングではないスイングということができます。これはなぜかというと、ドアスイングというのはドアに例えられた用語で、ドアというのはドアがこうあったとしたら、ドアをこうやってグイッて引いて、そのドアがこうやって遠回りしながらこのように開いてきたり、閉じていく時も遠回りしながらドアが動いていきます。それに例えられたスイングの用語になるんですが、つまりバットが速くこのように離れること、そして離れることによってバットというのはこのように上から下にこのように動きやすくなります。そうするとなかなかバットとボールっていうのは芯に当たってくれる確率が非常に減ってしまうというのがあります。またバットというのはこう体の近くから出す理由というのは、体の回転ですね、バッティングというのはこう体が回転運動で回転をしていきますが、
この回転をする際にバットのような物体が体から離れながら回転をすることによって回転の速度というのは遅くなります。これを慣性モーメントが大きい状態って言ったりするんですが、この慣性モーメントが大きい状態というのはフィギュアスケートの時にこう回転するスピンをする時があると思うんですけども、手や足を体の中心軸にこのようにグッと近づけると速いスピンが起きます。対して手や足をこのように伸ばすとスピンの速度は遅くなります。これがいわゆる大きい状態が慣性モーメントが大きい状態、手足をグッと近づけた状態がモーメントが小さい状態というふうに指すんですが、速度が出るのはこのモーメントがぐーっと小さい方が回転の速度は出ます。つまりバットは体に近ければ近いほど体の回転の速度というのが上がりますので、スイングの加速が速くなるということですね。そうすることによっていろんな球に対応できたり、速いストレートにも対応できたりと、タイミングをあえてわざと早く取る必要などもなくなってきたりというように、いわゆるドアスイングというところを改善していくと、そういったいい効果がたくさん出てくるようになります。つまりまとめると、ドアスイングというのは体から速いタイミング、速いタイミングというのはバットをこう振り出しのタイミングから早くこのように体から離れていってしまうこと、そして体の軸に対してこのようにバットがこう体の軸に対して本来は90度に近い形、こういう状態から入りたいものがこういうふうに入ってきてしまったりする、この2つですね。この2点が抑えられてないスイングをドアスイングというふうに考えていいと思います。ここまでがドアスイングというのについての理解になるんですが、ここから先はじゃあそのドアスイングを修正していくということになります。このドアスイングを修正していくときに大切になるのは、指導者の人または選手もですね、ドアスイングっていうのをまず認識するっていうこともそうですし、コーチの人はこの選手ドアスイングになってるなっていったときに、じゃあそのドアスイングをどのように修正していくかっていうアドバイスをしていくことになると思うんですけども、この時に非常に重要になること、まず1個目、これかなり重要なのでぜひ知っておいてほしいと思います。まず優秀な指導者とそうでない指導者、ここで大きな差が出ます。これは何かというと評価です。この評価を間違えるとこの後の練習が全て狂ってきます。例えばあなたが地面に転んだとしましょう。地面に転んで腕が骨折してしまいました。骨折しているにもかかわらず、もしその評価がそれは腕の張りだねと評価をした場合、骨折している場合と腕の張りと評価された場合では、この後の対処の仕方が全く違くなります。まあ分かると思いますが、骨折をしている腕にマッサージをしたらどんどん悪化するよねっていうのはなんとなく分かると思いますが、腕が張ってるのでマッサージして筋肉をほぐしましょうって言って、もしそこで腕を揉むような処置をしてしまったら、むしろ骨折がどんどん悪化してしまいますよね。バッティングの評価というのも全くこれと同じことが言えます。しかしながら今は YouTube などでいろんな手法があふれています。私たちがいろんな指導者も見てきましたが、優秀な指導者となかなか教えてもうまくできない指導者というのは評価ではなくて手法にとらわれているというのが率直な感想です。今回のテーマとなるドアスイングや、あとはアッパースイング、下から振り上げるような動き、またはよく野球では体が開くといったいろんなエラー動作の用語というのが野球界にはたくさん存在しますが、こういった評価を無視して自分は YouTube やこういうことを勉強してこういうふうにやると上手くなるんだっていう手法ばかりを押し付けてしまうような練習方法、これは選手を潰しかねない行為になります。ですのでこれを見ている選手、そしてこれを見ている指導者は必ず手法はもちろん手法で重要なんですけども、それ以前に正しく評価をするというのが選手にアドバイスする、また自分が選手だとしたらどんどん技術を向上させるために非常に大切なことになりますので、心当たりのある方は今すぐこの手法歩きの指導方法から脱却しましょう。ではその評価ですが、どのように評価をしていくのがあまり間違いの起きない評価につながってくるかっていうのを今回は説明していきます。まずバッティング、このように構えて、当然ですけどバッティングというのは前から動いてきたボールに対してこのようにバットを出してバットとボールをミートしてヒットさせて、その後にこうやってフォロースルーにつながっていきますが、
バッティングのほとんどのエラー動作というのはバットとボールがこのように当たるインパクトの直前、そしてインパクト時、そしてインパクトの直後、このあたりに何か異変が起きます。もちろんここがそのままの原因とは限りませんが、目で見てカメラで撮ったりとかして分かるのはバットとボールが当たったこのインパクト時、そしてその前ですね、振り始めからインパクトまでバットが向かうここまでの動き、そして当たった後の動き、このあたりでバッティングにおいてのエラー動作っていうのは見ればかなり高い確率でここにエラーが出てるのが分かります。今回の選手でいうとステップをしてバットを振りに行ってここから当たりに行きますが、バットとボールが当たったここで当たってますが、本来当たった後というのはバットというのはアッパー軌道に軌道が切り替わるんですが、この選手は当たった後にもバットがこのように下に動いています。下に動くということはうまく体の回転とバットが連動してないということを指していますので、これでバットの軌道と体がうまく合ってないなっていう評価ができます。またいわゆる手打ちといった手の力を強く使ってしまうスイングになっているなというような評価をすることができます。はい、ではですね、次にドアスイング、今回の選手、今回の選手に限らずドアスイングだと分かったとして、じゃあ次にドアスイングだと分かったから、じゃあドアスイングを直すためにいろんな手法が今 YouTube であるので、それに飛びついてその手法をいきなり使っていくっていうのも、よく見られる指導ではありますが、こちらも非常に危険です。なぜそういった指導が危険かというと、ドアスイングになっている原因はそこにあるとは限らないからです。我々はよくドアスイングになっているからといってグリップエンドからバットを出しなさいとか、後ろの脇をこう体の近くからして前でポコンとバットを出しなさいとか、このようにドアスイングという現象をそのまま直しに行こうとすること、これを我々は状況の指摘と言ったりしますが、状況の指摘というのは本当の原因に対してのアプローチではないために、代償動作、つまり本来やってはいけない動きを代償してやってしまうことにつながる、これはエラー動作にまたつながってきてしまう、また体への負担が過度にかかってきたりする動作などにもつながってきてしまうため、状況の指摘にはならないようにアドバイスをしていくというのは非常に重要なことです。それじゃあどうやって指導したらいいんだよと、この動画を見てる人はそう今思ったと思います。指導者はここからが腕の見せ所です。例えば我々のような優勝指導者はどこを見てるかというと、エラーが起きている前のフェーズにエラーが起きることが多いです。今回のケースでいうとインパクトから逆戻りをさせた時に、前のフェーズ、つまりバットのトップから振り出しにかけてですね、この間をちょっと見ていくと、前足の踏み込みに対して後ろの足がですね、前足を踏み込んだ時にこのようにかかとが浮いてきているのが分かります。この際にかかとが浮くということは体の早期回旋ですね、早いタイミングで体が回る、もしくは回り始めようとしているというのがこの動画からわかります。体が早期回旋すると骨盤と胴体部の特に上胴と言われるこの上の部分ですね、胸郭とか言ったりしますが、ここの骨盤と胸郭の部分での回転の際、つまりいわゆる捻転差ですね、捻転差ができないのでバットが早いタイミングで体から離れようとする傾向が強いです。そうするとドアスイングになり、このように今回のように上から下にバットが切るようなミートがなかなかできないようなスイングになりやすくなります。このようにですね、前のフェーズをたどっていくと丸々だからドアスイングになっている、そしてこの丸々の部分を修正していけばドアスイングにつながるというようにスイングの流れが見えてきます。もう一つ、現象をそのまま修正しに行くべきでない理由、それは高速な動きを意識的にコントロールしようとするのは非常に精度が悪くなるからです。バッティングというのはこのように構えて重心の移動、体のこういう横の移動と回転の運動の組み合わせから成り立ちます。多くの場合ですね、エラー動作というのは回転運動をしている時にバッティングのよく言われるエラー動作というのはよく起きがちなんですけども、だからといって高速で動く回転運動の時にバットをもっとこうとかですね、当たる瞬間にもっとこうやって押し込むようにとかってやるのは体をコントロールすることが非常に難しくて再現性が非常に落ちてしまいます。
そして代償動作ですね。先ほど話した本来は出したくない動きを別の動きで代償する、この代償動作でコントロールしやすくなるので、我々はそういったことをお勧めしていません。ちなみに今回の選手やっている練習方法は、先ほど差し込み動画の方で説明させていただきましたが、ステップをした時にもうこのように回転が始まっています。回転が始まるということは、見てお分かりの通り、このようにバットが早いタイミングで前に出てきてしまったりとか、体が早いタイミングで動くということは、一番初めに申し上げたバットを扱う2つのポイント、これを抑えられない可能性があるので、今やってる練習としてはこのように構えて足を引いてステップをした時に、こうやって体がいかないように一度ここで止まって、少しグッグッと踏み込みながらバットを振りに行く、もしくはこのように横への重心移動ですね、体をステップしたこの横への重心移動を正確に出すために、少し後ろから歩きながらこのようにスイングをする練習をしています。このようにドアスイングに直接指導をしていくというよりは、その前のフェーズに原因がないかをしっかりと見極めて、そこに対してのアプローチをかけていく、そうすることによってドアスイングの修正につながっていくと、そういった流れになっています。またここは余談にはなりますが、今回のドリルを選択した理由っていうのもあって、今回のドリルを選択した理由は、重心の移動に対する練習ドリルというのはたくさんありますが、今回私が見たのはステップの時の重心移動もそうなんですが、その前のですね、構えからタイミングの取り方、ここもちょっと遅れているっていうように私は判断しています。なのでタイミングが遅れないようにするために、しっかりと重心移動を入れてほしい。そのためにこのように歩くドリルを入れると、重心移動の意識が強くなれば、少しタイミングが遅れる、タイミングを少し早く取って打ちに行こうとすることもにつながりますので、そういったように前のフェーズを見てどこにエラーが起きているのか、そしてもう一つ前のフェーズを見ると、あ、この動きが今のこのエラー動作につながって結果的にドアスイングになっているっていうように、前を前取り前取りしていくと、あ、こうなってるから最終的にこうなるんだっていうところにつながっていくと、そういうような運動の流れになります。ただしですね、ここまでいろいろ説明してきましたが、どんなに優秀な指導者でも100発100中ノーミスで修正することというのは実は不可能です。これまでドアスイングに対して説明してきましたが、ここまで説明してきたことが 100% 正解かと言われると、 100% 正解ですと断言することは正直難しいです。今差し込み動画で出てきて選手も練習中なので、どのように変化をしてくるかっていうのはこれからのことになって、あくまでもこれまで話したことは仮説です。まあ、ほとんど多くの場合はですね、高い確率でスイングの修正に結果的にはつながってきて、フォームが変わって結果的にドアスイングっていうのも改善されてはきますが、それでも 100% というわけではありません。これだけ長々とですね話してきたのに、何なんだよとこの動画を見ている方は思ってるかもしれません。ただし僕ら優勝指導者プロコーチの腕の見せ所はここからなんです。万が一今回修正した方法がうまくいかない場合、この場合も稀にあります、うまくいかないと感じた時にすぐ軌道修正します。2つまた見直すんですが、この2つというのは何かというと、もう一度評価が正しいのかっていうのをまず見直していきます。評価が正しいかを見直して、やはり評価はそうだなというふうに感じたら、ドリルの方法を変えて、本人がこのドリルで良さそうだな、このドリルはスムーズに行えてそうだな、難しくなさそうだなっていうものを選択して、その選手にアドバイスをします。仮に評価が間違えて、もう少しここがこうなのかもっていう評価が間違えてた場合は、再度評価をし直して、その評価に対しての練習方法をまた再度提案します。これを2回3回と繰り返すことも正直あります。でもこのように複数の練習方法をたくさん言われると、選手は非常に混乱してしまうのが通常です。ですが優勝指導者プロコーチはそれを当然ながら知っているので、こうします。どうするかというと、じゃあもう一度
練習方法ややることっていうのを一旦整理しようと言って、今まで複数やってきたことを、あ、ここが今悪いんだ、このためにこういう練習をやるんだというのを本人に再認識してもらうためにもう一度整理をします。これも当たり前のことなんですが、これ非常に大切で、今の自分がどうなってて、そのためにこういう練習をやってるっていうのを必ず本人に理解してもらうために、理解しないとやはり解決できる問題も解決しにくくなってしまうので、それをしっかりと伝えるっていうのが非常に大切な部分です。こうすることによって練習の効率が非常にアップして、どん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 修正の方法に向かっていきます。今回お伝えしたようにですね、実は伝えたくなかった部分、優勝指導者の我々からすると伝えたくなかった部分ですが、これが真実です。 100% うまくいくとは限りませんが、限られた時間の中で選手をかなりの高い確率でいい方向に向かわせることはできます。それは今話した理由があるからです。ちなみに今回の選手、もし今やってる指導がうまくならなかった場合に、別の指導法として考えていることはこういうことがあります。まず評価としてどういう評価をするかというのをまずご覧ください。仮に今回のファーストプランでうまくいかなかった場合のセカンドプランとして考えていたのは、まあドアスイングになる理由っていうのは大きく2つ、序盤に話しましたが、体軸とバットが90度の関係でずっと動く、そしてバットが早いタイミングで後ろ肩とバットヘッドが離れない、この2つのポイントを抑えればドアスイングというのは防げるというのは序盤に話しましたが、もうこのですね、2つのポイントを抑えるところに先に構えてしまう、そしてそこからバットを振り出すことによってドアスイングを防いでいくっていうようなプランですね。これをセカンドプランで考えていました。具体的な方法というのは説明、これから説明します。はい、ということで今回の選手はバットが少しこう離れながら出ていってしまうということで、90度、バットを体軸に対して90度というのと、あとはバットが体からの近くから出るという、この2ポイントをしっかりと抑えるとドアスイングではないスイングになると言えるというのは序盤に話したことなんですが、これをやるためにバットをですね、このように肩口につけてしまって、体との90度のラインをまず作ります。そしてこのように持って、ここからステップをして打つと、このような練習ですね。このような練習をこの後もしうまい具合にはまらなかった場合に考えているのはこういった練習です。このように実はプランを一つではなくて二つ三つ、すでにプランをあらかじめ作っておいて、それでどれが一番うまくいくかというのを試しながら、うまくいくものがあったらそれに一点集中してやっていくというのが優秀なコーチの選択の仕方になります。ちなみに補足ですが、この肩につけて行う練習、これドアスイングには非常に効果的な練習ですが、ただ肩につけてこのまま振るのではなくて、ポイントはしっかりと前の肩が顎の下にグッと引かれてきた状態を作ってスイングをする。そうすることによって体から近いドアスイングがないスイングが完成されて、かつスイングのスピードもしっかりと獲得できますので、こういったドリル、もしドアスイングで悩まれている方がいましたら非常に有効なドリルですので、ぜひやってみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、ドアスイングに対しての解説、そしてドアスイングの修正方法っていうのを動画でお伝えしながら、コーチの視点からですね、ドアスイングに対してどうやってアドバイスをしていったらいいか、そのアドバイスをする時の注意点や、もしアドバイスがうまくいかなかった時にどうやって対処していったらいいか、またアドバイスをする時にどの視点から見れば適切なアドバイスができるかっていうのを今回はお伝えしてきました。今回伝えたこと、特に一番最後に伝えたことなどはですね、我々からすると本当はこれは皆さんには伝えたくないっていうのが本音ですが、これが真実ですので、こういったところもちょっと我々からすると伝えていきたいなというところではあります。同じようにチームのコーチの方々も悩んでる人いると思いますが、このようにまた新たなプランを使ってちゃんとやるべきことをもう一度整理して、二人三脚でですね、一緒に歩んでいければ、必ずその選手はスキルアップしていい結果をどんどん残していってくれますので、1回や2回のアドバイスがもし仮にうまくいかなかったとしたら、そこで諦めずにですね、もう一度評価をし直して、また再度ですね、新たな練習に取り組んでみてください。それでは今回の動画は以上となります。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンのほどよろしくお願いします。それでは今回以上です。ありがとうございました。